は、ハンドメイド作家のみかこです。このチャンネルでは、私が自分で考えたオリジナルの作品をなるべく丁寧に説明、解説していきたいと思っています。見て見て、空飛ぶ絨毯だよ。本当だ、ハクション大魔王みたいだね。ということで、今日はこちらのヘキサゴンのモチーフをつないだポットホルダーの縁編みをして、そして取っ手をつけて完成させていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いいたします。材料説明です。糸の方はオーガニックコットン 100% コーム、この3種類で編んでいきます。とじ針、かぎ針は3号を使用します。ハサミ、そして今回の編み図になります。ヘキサゴンのモチーフをつないだポットホルダー、今回で5回目になります。1回目から4回目は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご参照ください。今日はこちらの端の縁編みをして取っ手をつけていきたいと思います。まずはこちらの真ん中のモチーフを編んだ同じ色で縁編みをしていきます。まずは輪っかを作ります。そしてちょうどこちらのモチーフのど真ん中、鎖編みの目のところに針を入れて糸を引っ張ってきます。そしてギュッとします。そして立ち上がり、鎖編み1目、細編みを1目編みます。次は長編みに細編みを編んでいきます。長編みに細編みを編みます。そしてここの鎖編みは細編みを1目編みます。ここはちょうど角になりますね。角になりますので、まずは長編みに細編みを1目編んだら、ここの間の鎖編みのところに細編みを2目入れます。2目入れて角を作っていきます。そして長編みに細編みを編んで、1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。細編みで縁編みをしていく形になります。1目に1目ずつ細編みを編んでいきます。はい、ここはちょうど境目になりますね。境目も1目に1目ずつの細編みで編んでいきます。細編みを1目に1目ずつ編んでいって、そしてここは角になりますね。角はまずは長編みに細編みを1目編んだら、ここの鎖編みのところに細編みを2目編んで、そして通常通り1目に1目ずつの細編みをしていきます。角の部分だけ細編みを2目編んで角を作っていく、このような角ができていきます。ぐるっと1周編んで、ここまで編んできてください。このようにぐるりと1周編み終わりました。そしたらこの取っ手紐を編んでいきたいと思います。まずは鎖編みを20目編んでいきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17、18、19、20。そしたら、1つ目の細編みを編んだところ、ここの目に針を入れ、そして引き抜き編みをします。そして糸をカットします。これで取っ手紐が編み込めました。そうしましたら、糸の裏の糸の始末をしてきっちりとアイロンをかけます。出来上がったポットホルダーをこのようにキッチンに飾ってみても可愛いと思います。これでヘキサゴンのポットホルダーの編み方は終わりになります。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。バイバーイ。